あのうちに秘めた冷たい精神とその現れであるあの木ザマスがブラックであるという我々の疑いを十分に裏付けてくれるものではありましたが今のうちに破壊しておくべきなのかもしれんなうんほらにゃ、ちっとも悪いやつには見えなかったけんどな。 お前はお人好しすぎるんだよ。感じた気だって似てはいたけんど全く同じじゃねえしな。いろいろと謎が多いですね。 いいか、全王様の機嫌を損ねるだけで世界も僕もお前も全てが消されるんだぞ忘れるなもう一つウィス海王神に万が一のことがないようくれぐれも頼むぞ。 じゃなくてこんにちは。で、オラによってなんだ。あのね、僕ね。お友達が欲しかったの。君のこと気に入っちゃったからお友達になってほしいのね。いいけど。それだけでオラを呼んだんか？悪いかな？ め、滅相もございません。こ、この悟空は、全王様のお友達になることができ。黙ってて。悪い。おらさ、今忙しいんだ。それが済んだら遊んでやっから。ちょっと待っててくれねえか。じゃ、あ、それが終わったら遊んでくれる。おう。なんだったら。 おらよかもっといい友達になれそうなやつ連れてきてやるぞ。ほんとじゃあ約束 悟空よ喜べお前は俺によって美しさの頂点に至るのだおめえ何言ってんか全然分かんねえぞ父さん